まずは台探しに行っていきたいと思います。何にしようかな。この間ガロ打ったからな。北斗、北斗ね、北斗も人気よね。またガロか。シティーハンターも元ネタ的にはやりたいけど、あ、銀河鉄道だってちょっといいな。銀河鉄道ちょっといいな。銀河鉄道か、このわっしょいわっしょいですよ。もうわっしょいわっしょい、これね。わっしょいしてみる？わっしょい。わっしょいかな。わっしょいします。話題のこの台を打ってみたいと思います。どうも、日本プロ麻雀連盟の高宮真理です。玉磯始まりました。今回第2回目となります。この番組の内容はですね、ただただ私が楽しくパチンコを打つという番組になっております。なので、ちょっと取れ高問題で助っ人に来ていただきました。お願いします。おはようございます。もじゃー、リーチエンジェル神月奈緒です。よろしくお願いします。お会いする2回目で、はい、とても喜んでおります。ありがとうございます。私もめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。神崎さん、引きはお強いですか？引き、そうですね。なんかタイミングにもよるんですけど、この前動画収録やらせてもらった時は、北斗の拳セブン転生、パチンコの北斗で。時短残り1回で引き戻しをしたりとか、あとは低投資で万発を出すことができたんですよ。なので今日もそれが見せられればお役に立てるかなと。ありがとうございます。これは心強い取れ高助っ人に来ていただきましたね。で、前回はね、ちょっと私もなんだろう、まあちょっとベルバラでちょっとだけ回復したんですけども、ガロさんでなかなかね、戦いに勝つことができずという感じだったので、今回は仕事をしっかり果たしていきたいと思います。頑張ります、頑張ります。ということで、必殺仕事人やっていきますよ。まあこれね、話題になったのは知ってるんですけど、まあ本日初めて打ちます。今回もさっき言うの忘れたんですけど、後で言えばいいやと思って、今回も熱い演出を出した人が偉いです。何せこの私が知ってようが知ってなかろうが好きな台を打つというね、番組ですんで、この台がどうこうというのはあんまりわからないのでですね、いかに派手な演出が出るかがこの番組の見どころとなっております。はい、ビラクラブ。まあ必殺仕事にとりあえずゼブラ柄ですかね、目指すところは。必殺仕事人はなんか漫画読んだことあるような気がしますよね。気がするだけなんですけど、ただすごい昔すぎてどんなだったか全く思い出せないですよね。なんか将軍様のやつと混ざってますもんね。あ、泥棒泥棒泥棒だ泥棒だ、捕まえろ捕まえろ。今何回転か見えないっていうのがすごいですよね。あ、こっち保留がまあ保留がお金たくさんの千両箱になるか、あ、なんか血のりか、ほんのちょっとだけ偉いやつになりました。これもっと変化しませんかね。こう叩いたら増えないかな。ポケットの中庭的な、おお、変化する。あー、ちょっとだけ良くなった。 4% ぐらいのやつだ。おお、なんか浮き出てきたよね。あー、連続だ、連ちゃんだ。大丈夫ですか、大丈夫ですか。これ技術発展した。女の子いじめないで。ああ、捕まってしまったこちらが。とまあこんな感じで保留がねたくさん変化してくれたらいいなと思います。今のは5ポイント。T ポイント5ポイントです今。それだか高宮ポイント T ポイント。お、何？あはー、釣れなかったです。これは釣りもするんですね、この人たちは。まあ、まずはそのちょっと A リーチも見たいしね。はい、それではロボ芸者早速実戦スタートです。頑張ります。いやー、実はこの台初打ちなんでね、これなんか芸者さんが舞台のね台ということなんですけども、ワクワクなんかいきなりちょっと展開が、しかも奇数転廃ですよ。ほうなんかこう連打する系ですか？でん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 、いけ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 、頑張れ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 。あー、カットインが緑。どうなんどうなん？緑だった。緑か。ガク。おいよー。今日はね高宮さんのサポート助っ人という形でねお邪魔させていただいてるんですけど、まあ、リーチエンジェル勝利の女神と言われているんで、ちょっとね少しでも高宮さんのお助けができればと。なんか音がねゲームみたいですね。ゲーム大好きなんで。出てるー。きた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 。わしょいわしょい。赤文字のセリフを発展。よし、上がりました。赤でおー、奇数天杯の緑保留。おお、出ましたねこのロゴが。ちょっとこれいいんじゃないですか。おお、あ、めっちゃこれ熱くないですか。赤猫になって星期待度4つでセリフ赤文字。あー、ここのカットインは緑なんですけど、あとは発展次第。赤べこちゃんが燃えてます。すごいお仕事。あらあらあら、これいいんじゃないですか。なんかちょっとセクシーなカットイン出ましたけど。頼む。あ、当たった。早い。やったー、当たりました。もじゃー、やったぞー。早い。入るかな。ちょっと演出としては弱めでしょうか。結構不可能なことやってますよね。頼む。おおやったー。やばい、めっちゃテンション上がった。1400発ぐらいか。やりました、ロボランブ突入です。コウメ太夫さんのデンジャー行っちゃうと終わっちゃうんで。しかも、これロボランブ中も実はこの昇級口がたまに開くんですけど、この出玉が増えるっていうね。ちょっと嬉しいスペックになってます。おお。今ですね、ロボランブ中に500発ぐらい増えましたね。チャンス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 。さあ、これが危ないやつです。これが危ないやつなんですよ。怖い怖い怖い。怖いよー、目が怖いよー。ああ終わってもうたー、ロボランブ終了。あらー、時短100回でございます。あらまー、縮小タイムです、縮小タイム。あ、でもなんか青保留とかになった。引き戻したわ、やばー、お姉さん目が怖いよ。あー、破れんかった。あらまー、残念。さあ残念、また1回引いたんですけど、また時短です。あ、終わってしまいました。あら、3110発でフィニッシュでございまする。あ、出陣したよ、いきなり。あ、まだか、まだか、頑張れ頑張れ頑張れ、出陣頑張れ。あれ、出陣開いた、黄色でございますか。出陣したよ。おお、3連しましたよ。えんちゃう、えんちゃう、赤い、赤い、あの神回。ああ、よし、どう奇数天敗、ここ、金量じゃない、何、小判になった、小判、ちょっと偉い。ダメかー、ダメじゃないか。お、ハートイン続いてると、続いてる。頑張れ。泥棒がいる。あ、泥棒どっか行っちゃった。いやー、小判まで行ったんですけどね、今のはまあ 20T ポイントぐらいかな。自分に甘いんでね。お、モンドさん、何が釣れる、何か釣れる。あ、寝てる、モンドさんが寝てる。魚も来ない。平和な世の中ですね。何ができるの、何ができるの。ああ、爆発してしまった。おー、続くぞ、続かないぞ。このまま何も起こらなかったらどうしよう。いやー、このまま頑張れ。あー、なんか追いリーチが見たいです。頑張れ。あ、震えた。おー、震えた。めっちゃ振動してる。銭2枚でなんとか仕事してください。少ないかもしれませんけど、ちょっとオラの手持ち銭2枚なんですよ、お願いしますよ。ダメーお、使用記人ですか。誰なの。リーチだってば。77777。1入った。ああ、出陣しますよ。白金 B 字きました。ここで初めてのお仕置き。笑ってるんじゃなかった。頑張ろうとしてんだった。びっくりした。やっと来たよ。当たりました。長かった。ありがとうございます。はあ、仕置き人が私の恨みを晴らしてくれました。7来る、250 PP ゲットでーす。いやー、連チャンできますかねー。はい、ああ、また小銭との戦いだ。ああ、お使い赤い泥棒がどっか行った。レンチャン連続です。3連目来たよ。赤い屏風が赤い。急にリアルになった。出陣した。なんだろうわ、怖い。小判が3枚、金の小判。X が X 切り。え、しました。あ、動いてるよ。お祭りだ。トランペットだ。祭りだ。あ、スタンダードでやろうと思ったんですけど、激闘の方ですね。おっ、全然さん悪役。うわ、びっくりした。超びっくりしたけど、はい、あ、びっくりした。あ、すごいびっくりした。モンドさんが許さねえって言った。一番ええやつ。3連目です。さっきの屏風の前にいた生き物、プレミアキャラだったんですね。もう今日は1万 TP でいいですか。プレミア見れた、嬉しい。あー、出たな、天然出たな。怖いぞ。頑張れー。あーい、当たりー。ありがとう。はい、もう一回このタイムがやってきました。さっきは残り30ぐらいで当たったんですけど、残りが5回になってしまった。当たれ。ラスト。終わった。はい、6062残でございました。結構楽しかったですね。やっぱワッショイワッショイすると楽しいですね、この派手な演出が。はい、ここでご紹介でございます。前回はもうほとんど売り切れだったので、今回は早めに覗きに来てみました。こちらお花の、配布とお野菜の販売ですね。さあ、ほらお姉さんも紹介してるんですけど、赤いオクラとかも売ってますよ。それからカラーピーマン、紫のピーマンもありますね。これも50円とかなりいいんじゃないですか。白ナスもね、前回も売ってましたけど、あ、長ナスも売ってますよ。これ変わったお野菜がお手頃に販売してます。あとこちらのお花ね、無料配布でお配りしてます。今回はねちょっと早めに来たんで、すごい綺麗なお花が揃ってますね。こちらのお花の配布とお野菜の販売、毎月17日に行ってるみたいなので、皆様もぜひ覗きにいらっしゃってみてはいかがでしょうか。そうですね、どうしよっかな。じゃあちょっと残り時間とかも考えて、ちょっとゆうぱちの方にやってまいりました。はーい、それでは、移動してまいりました。やっぱね、夏といえばホラー大じゃないですか。で、私実は結構ホラー苦手なんですけど、ちょっと結構入選なり店さん台数も入れてくださってて、ちょっとね気にはなっていたんで、ちょっとリング初打ちしてみたいと思います。頑張ります。なんと嫁セレクトができます。大和さんかゼロさんがいいですね。この子に決めた。ゼロさんにしてみました。楽しみです。あ、南国に来ました。バカンスです、バカンス。いいね、いいね。涙。いい実産だ。いいね。いいね、いいね。ケツだ、ケツだ。うちの嫁出てきた。うちの嫁かわいい。いいね、かわいいね。ああ、帰ってしまう。帰ってしまった、普通の部屋に。今回初めて打つんで、あくまでこの予測なんですが、ここにねこう嫁たちのウェディングドレス姿がね出てるんですよ。だからうまくいくときっと結婚できるに違いない、この子らと。チューされた、チューされた、チューされて青保留になった。青はどうですか。青なんですけど、嫁が満タンいけ、満タン、満タンいけ、満タン。あー、満タン成功しました。嫁リーチだ。10ストックだって。いける？本当いける？本当に？おお、当たったー。うちの嫁が活躍しました。ゼロターン偉いよー。いやー、できる子できる子。俺嫁モード。デート、あ、デートしたいよ、デート。うちの嫁はこの、うちの嫁、あ、うちの嫁を直してあげないといけないよね。まだ押しちゃダメってことですね。えい、おったー、当たったー。あ、しかも7揃いです。まあ今度はデートタイムですよね。いや、それはまずは嫁からリペアもデートも成功させるといいことがあるらしいんですよ。いいですね、このツンツンしながらデートしてくれる感じが。私多分追っかけ体質なんだな。嫁がプンプンしてる。怒ってるよ。もう帰っちゃうのって言ったら怒ってるよ。このままでは嫁の怒りが収まらないまま終わってしまいます。あと10回少々。ラストです。あー、通常に戻ってきました。実戦終了でございます。お疲れ様でした。早速私の方の結果ですが、投資が3375玉、回収が4842玉ということで勝利を収めることができました。おー、で、まあ、恒例のですね、まあ、高宮ポイントなんですが、はい、今回はハマちゃんというプレミアも見れたので。見れたんですか？はい、そうなんです。仕事にも結構楽しくできましたし、まあ、ご飯、うちの嫁も頑張ってくれましたんで、今日は二重丸じゃなくて花丸としたいと思います。花丸ちょっとね、自分に厳しくしようと思ってたんですけど、今日はね、いい感じだったんで、はい、花丸いただきます。いいと思います。神崎さんどうでした？投資が2500で2500発ですね。で、回収が残念ながらゼロということで、マイナス2500発ということだったんですけども。台の動きは、まずですね、1台目がロボ芸者に台を打たせてもらって500発で初当たりすることができまして、それで3連ぐらいしたんですけども、それで3000ちょい出たんですよ。3発ちょい出て、そこからちょっと持ち玉で回しまして、で、ちょっと台変えようかなっていう感じで台移動して、ただプレミア的なものは見れなかったんで、ちょっとね、的なちょっとなんだろう、たまちゃん的なのはなかったんですけど、私の評価は、まず素早いね、取れ高の回収可愛いなということで花丸でーす。おめでとうございます。日本プロ麻雀連盟の新しい道場、新道場が巣鴨にオープンしております。午前中に、教室をやっていてですね、麻雀教室、それから、12時から5時までは健康麻雀のターンとなっておりますね。その点数計算不安だなって方とかは教えてもらいながら5時まではできるので、5時以降は普通の競技、麻雀のフリーとなっておりますので、点数計算に自信あるし、競技麻雀腕出し目したいななんて方は5時以降からぜひ遊んでいただけるといいなと思います。はい、ということで今回もお二人とも花丸で終えることができました。ありがとうございます。はい、ね、次回はどうでしょうか。本日はここまでとしたいと思います。ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。ではでは、玉井荘でした。